2009年9月、トロント国際映画祭において2010年、アンバー・ハードは、アメリカ合衆国の女優、テキサス州オースティン生まれ、17歳で高校を退学した後、ニューヨークでモデルとして活動するが挫折し、ロサンゼルスで女優を目指した。テレビドラマの早くを経て、プライド栄光への絆で、スクリーンデビュー。ホラー映画、マンディレインチマミレ。 金髪女子高生で主演を務め、2005年のスタンドアップでは、シャーリー・イーズ・セロン・扮する主人公の若い頃を演じた。アルファ・ドッグ破滅へのカウントダウン、スモーキング・ハイなどに出演して徐々に、米国内での注目度が増し、ジョン・カー・ペンター監督の約10年ぶりの劇場作品、ザ・オード、監禁病棟で主演、ニコラス・ケージ主演作、ドライブ・アングリー 3D でヒロイン役を務めた。 2012年にはラムダイアリーでジョニー・デップと共演した。2010年バイセクシャルであることを公表している。同性婚を支持する活動を積極的に行っており、自分がどんな人間かということを恐れている状態では、自分をリスペクトすることはできないわと語っている。2012年にはラムダイアリーで共演したジョニー・デップとの交際を始めたが、後に女性モデルの新恋人ができ、 デップとは一度別れている。2014年1月、アメリカの複数のマスメディアにジョニー・デップと婚約したと報道され、2015年2月には結婚した。ジョニー・デップはアンバーの23歳年上である。しかし、二人の結婚生活は長く続かず、2016年5月、アンバーにより離婚申請がなされたことが明らかとなった。2016年8月16日、 二人は時短により、約一年半の結婚生活に終止符を打つことで合意したと発表。アンバー側はこれに伴い、ジョニー・デップから家庭内暴力を受けたという従来の訴えを取り下げた。和解金は700万ドルと決定した。最近のアンバーは、雑誌やビデオメッセージで DV 被害者を勇気づけるエッセイを寄稿したり、DV の被害者たちを救う活動に取り組んでいる。 ジョニーとの離婚の条件には結婚生活についての秘密保持条項があり、彼女の最近の活動がこの条項を破っていると、ジョニー側は主張し、またアンバー側も離婚後の財産の処理などについて不満を呈している。2016年7月に総資産150億ドルを持つ全米でも有名な大物実業家のい,いロンマスクとの交際が噂されたが、その時は、 離婚が成立していないので否定していたが、2017年4月に再婚を前提として交際であることを正式に認めた。しかしお互いに多忙であることが原因で、同年8月に破局したことが報道された。ニュースバーム、ダニエル、ヤングハリウッド200、T e N v o G u e. 2009、t.e.nvo.ge.com2009 u 年11月18日時点のオリジナルより、アーカイブ、 2009年10月11日閲覧。A.B. ザカリン、ジョーダン、アンバー・ハード・ゲイ、アクトレス・カムズ・アウト・アズ・レズビアン。ハフィントン・ポスト、httpwww.ha フィントンポスト .com、2010-12-06、アンバー・ハード・レズビアン N792419、HTML ハット、ジョニー・デップ、新恋人のため10億円以上のアイノス購入。 シネマトゥデー。http コロンスラッシュスラッシュ www.cinematoday.jp スラッシュページスラッシュ n00484732013 年1月5日閲覧。ab ジョニーデップ23歳年下女優と婚約。複数メディアが伝える。シネマトゥデー。 http://www.cinematoday.jp <ins ert> スラッシュページスラッシュ n 0 0 5 9 7 7 6 2 0 1 4年1月19日閲覧ジョニー・デアンバー・ハードと結婚。デイリースポーツ。 H. T. T. P. コロンスラッシュスラッシュ W. 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 d a i l y c o j p トシーオードットジェーピースラッシュエヌイーダブリュースラッシュゴシップスラッシュ二零一五スラッシュ零二スラッシュ零六スラッシュ零零零七七一六八二六ドッ t エスエイチテ二零一五年二月九日閲覧。ジョニーデップズマが離婚をした手作に二月結婚も和解しが大不は 毎日新聞。http コロンスラッシュスラッシュ mainichi.jp スラッシュアーティクルズスラッシュ20160527スラッシュ spn スラッシュ 00m スラッシュ200スラッシュ 001000c2016 e 年5月27日閲覧。j デップ泥沼離婚劇に、マクエイハードが、DV の訴え取り下げ、陽子長坂、法的な離婚はまだ。 ジョニー・デップがアンバー・ハードへの和解禁止払いを拒否。エルガール・ハースト・夫人がホ。2017年3月20日時点のオリジナルよりアーカイブ。2017年3月20日閲覧。ドライブ・アングリー 3D の上映スケジュール。映画情報映画の時間レズビアンの美人女優アンバー・ハードが、マチェーテ第2弾で必殺の暗殺者に引くライブドアニュース。ありがとうございます。